ミナルディ M193 は、ミナルディが1993年の F1、世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。デザイナーは、アルドコスタとグスタフ・ブルナー。1991年は、フェラーリ、1992年は、ランボルギーニというイタリアメーカー製の V12、エンジンを搭載してきたが、今期は、両半型 v 八エンジンのフォード HB シリーズに、 スイッチした。チームは、乏しい資金力ながらも、簡易型の油圧式アクティブサスペンションを開発。イタリアの工具メーカーベータが、メインスポンサーとなり、従来の黄色と黒のカラーリングから、白一式にイメージチェンジした。ドライバーは、クリスチャン・フィッティパルディとファブリッジオ・バルバッツァを起用。フィッティパルディは、開幕戦南アフリカ GP で4位。 第6戦モナコ GP で5位と結果を残したが、ラスト2戦は、ジャンマルク・グーノンにシートを譲った。バルバッツァもヨーロッパ GP とサンマリノ GP で6位入賞するが、第8戦で解雇され、第9戦以降からピエル・ルイジ・マルティニが、チームに復帰した。イタリア GP では、ゴール目前のホームストレート上でフィッティ・パルディが、マルティニに追突し、空中で1回転するという派手な事故を起こした。 幸いフィッティパルディのマシンは元通りに着地し、マルティに7位、フィッティパルディ8位でチェッカーを受けた。チームの獲得ポイントは、フィッティパルディが5ポイント、バルバッサが2ポイント獲得し、コンストラクターズランキング7位と前年を上回る成績でシーズンを終えた。1994年シーズンは、第5戦スペイン GP まで改良型 M193 バイトを使用。 ドライバーは、ピエル・ルイジ・マルティニとミケイでアルボレートを起用した。モナコ GP でアルボレートが6位、スペイン GP でマルティニが5位となり2度ポイントを獲得した。第6戦カナダ GP より、新型 M194 が投入された。アルボレートがドライブする M193 バイト。ありがとうございます。